およ王国は1400年頃から1905年までナイジェリア南東部を支配したヨルバ人の王国。伝説によればイフェを建国したオドゥワ王の抜主であるオラニアン王が建国したとされる。1400年頃にはすでに建国されておりハウサ諸王国や損害帝国に近いという地の利を活かしてサハラ公益に参加し勢力を蓄え、さらに ヨーロッパ人がやってくると、奴隷貿易によってさらに力をつけ、富を蓄えていった。その富で、騎兵隊を作り軍備を増強して、16世紀末には、イフェをしのぎ、ヨルバ諸国を支配下に収めた。ヨルバ人の王国を統一した、およ王国はさらに南へと勢力を伸ばし、1728年には、ダホメ王国を服属させた。 この頃から一世紀間は、およ王国の黄金期であった。19世紀に入ると、北のハウサ小王国を滅ぼしたソコト帝国がジハードを、戦死、およへと侵攻。これは過労うじて知けた。しかし、北のイロリン王国が、この混乱に乗じて独立し、さらに西のダホメ王国が、相続関係を解除して、およ王国へと攻め込み、 1830年には、お王国はほぼ滅亡し、住人は死産した。その後細々と続いていったものの、王子の生協を取り戻すことは、ついになく、1905年に、イギリス領南ナイジェリア保護領に並行されて、滅亡した。ありがとうございます。